さあ行く。そんなやんなんかとりあえず2週はやんの2週やんのもうええやんただドキドキするな、やっぱ喋ってる時むちゃくちゃドキドキしたわ。エスカレーター VS エレベーター。おお、それなんかテラーとしてやりたいね、ちゃんとこう、うん、ちゃんとちゃんとこう導くと。テラー仕事入ってくるかわからんなこれテラー仕事よろしいでしょうか。さあそれでは行きましょうジュニアさん、何やねんこれ。でもどうぞ。この世には姿形は違えど用途はすごく似ているものたくさんありますね。例えばハサミとカッター、メガネとコンタクトレンズ、ベルトとサスペンダー。そう思うと人間はみんな生まれてみんな死ぬ、容姿は違えどほぼほぼ同じなのかもしれません。ほら、あなたが大嫌いなあの人とあなたも。ありそう、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 めっちゃありそう。本気で楽しそう何それ。ありそうありそう飲みながらずっとできるなちょっと考えさせられるところ入れるのもねぽいですね。そうか、なんかちょっとちゃうのも入んねや、うん、いや知らんけどそれだけでしか出てけへんから、うん、確かにそのタイトルに引っ張られすぎてもあかんねや、うんうん、なんかもっとこう広い、うんうん、ね、むずい。いやジュニアさんやったらいいじゃないですかそんなやりたいんやったらジュニアさんやってください手伸びる人がやったらええねジュニアさんやってくださいこんなに好きやったいや好きちゃうって好きちゃう自粛期間中にテラーハマったんちゃいますか。そうや、神ネットの次はめちゃくちゃ楽しそうやもん。いややってください。いやいやもう最後やで、もうええんちゃうかこれ。あ、過去時々未来。ああ、ありそう。いやいや、やりなあれ大好物やねんからモーターやから。なんで俺やねん過去時々未来モーターやああなんで。いや、なんか良さそうや。何それ、タイトル洒落てるわ、なんか、うん、過去時々未来あ、ちょっと頭たか叩かしてくれイライラするから出せよほんなら衝動としては分かるぞそれは過去時々未来、これ逆に難しそうね。そうタイトルでありそうやもん。でもあれってもうほぼほぼどんなタイトルでもありあるからな。そうですね、そうですね、普通の名前もありますし、うん、そうそう、でわけのわからん言葉だけみたいなのもあるしな。ありましたね、なんか造語みたいな、造語が呪文の名前みたいな。あ、もうわからん。はい、後藤さんお願いします。乱世を生き抜いた戦国武将、彼らは当時の知識、知恵、物を使って生き延びていったんです。今考えればかなりアナログなもの、例えば物を知らせるときに火を灯し煙を上げて罵しというもので連絡を取ったようです。ただあの時代に我々が使っているスマートフォンがあれば戦局はどうなってたんでしょうか
時々未来が入ったな。時々入んねや。どうですか？いや、よかった。すごいよかった。こう侍が、はい、こっから始まるな。アップルウォッチ？いや、ただ去る時にこれでええんかみたいな感じで、これ去るのやめてほしい。あ、堂々としてんのがいいですね。そうそう、これでどうですかみたいな感じで去ってたから、心細さが出てたよ。このバー流行るかもしれない。いや、そやろ、そやろ。このバー、あー、その代わり9割一元さんでもう二度だけ。マニアは通うやろうけど、ね、やりましたよ、ね、のんちゃん。いや、もうテレレレレテレレレレ流れてるって、もう終わったって。そやな、本家でも4本ぐらいだよ。重いですって。ドア玉の方はどっちでしょ、テレレレレじゃなくて、なんか、うわ、でってけ、でってけ、でってけ、そうやね、そうそうそう、真夜中の虹、うわー、そう、綺麗な、なんかこれだから怖いお話もあるし、なんか素敵なお話もありますしね。あ、そう、はい、ちゃんと照らしたいわ。うん、でけへん、テラー欲が出てくるよね。テラー欲出てくる。人にはみんなテラー欲あるから。いや、相当なんやってるよこれ。いや、もうこれ繰り出したらキリないよ。そやねん。お笑い学校強なってますね。そうか、あんま考えしそう。喋りながらいかんとな、うん、もう一個言っといて、それをの横行ったら、なるほど、ああ、ぽい、それに似た話で、うん、違う焦点でそれと同じようなことを言って吐ける。吐けた。なるほど、むずいわ。じゃあ行きましょうか。それでは岩尾さんです。どうぞ。うん、虹というものは大空に七色でかかりますね。いや、いけるって、いけるって、一回目、いけるって、一回、すいません。虹、ん、ん、虹はもういきなり言っちゃうねんな、はい。いや、そのパターンもある。だから全然いいの。はいはい、言おうが言おうが。悪いはないから、はい、もうタイトルフルで言うこともあるやろ。そうですね。そうですね。真夜中に虹は見えませんねみたいな。ああ。そこからどういくかやけど。うん、さあ、真夜中の虹です。岩尾さん、どうぞ。虹というものは澄み切った青空に綺麗にかかるものですが、しかし真夜中に見ることはできるでしょうか。真夜中といっても地球の裏側のどこかでは真っ昼間であり、そこには虹がかかっていたりして、こちらは真夜中だと思っていても見ることはできずとも、かかっていたりはするということがあるわけで、本日は時藤三郎主演真夜中の虹をご覧。言えへんねそんな。言えへんやろそんな。むずい、おもろい、これ面白い、今の面白いわ。そうなったらなったで、うん、もうそれでも出してる感じが面白いな、うんうん。なんかね、なんかその一回はけれるとこあったのに、だからえちょうどええ感じで、あ、反対では虹がかかってるんでしょうね。あそこで、あ、そうか、あそこではけたらなんか綺麗な岩なと思いすぎて、言えはけれるとこではけるっていうのもそうね、この大喜利のね、うん、戦い方ですよ、ね、いかに逃げるかよ。あれ逃げてるのとこで、あれ逃げてんの、ポイント取ったとこでパッて逃げた方がいいって場面もあると。 あとこの僕今から引きますけど、僕引いて僕やりません。 こういうのも思いついたっていう人はあと続けてやってくださいね。あ、同じタイトル、そうだから正解知りたいというか、あ、そっちもあったんだ、こんなんもあったよっていうのがもしあれば、やりっぱじゃなくてね、これ行こう、はい、はい、うわー、見えるメロディー、見えるメロディー、
見えるメロディー。難しい、うん、見えるメロディー、よろしいでしょうか。それではいきましょう。見えるメロディー、小籔さんです。どうぞ。人間の脳はほとんど使われていない。このことは皆さんご存知だと思います。人間の脳には限りなく無限の可能性があるというふうに言われております。メロディー見えたらどうします？いや、吐けた。ごめんすけ、ごめんすけ、関西テレビなと思った。見えるメロディーは思いつかへんかったわ。関西テレビ制作。見えるメロディー、どうすんのこれ。見えるメロディー、見えるメロディー、ちょっと科学には行きたないのよね。なんか見えるメロディーで科学方向じゃないの。なんかドラマはなんか浮かびそうやな。本編はなんかどんな絶対音感みたいな感じで、うん、見えちゃう見えちゃうって言っても、うん、外歩いてたも困って、うんうん、最後うわーみたいな、うん、いけそうや。あの見えるメロディー誰か、でもどうテラーしていいかが、うん、いけそうやん。いけてないやん。今ちょっとテラーしてる。大丈夫や。赤のメガネ。あかんけ。分からんの。大丈夫、とりあえず走って見えるメロディー、ヨアさんです。世の中には絶対音感というものを持った人が少なからずいるそうです。特殊な能力である絶対音感、しかしその能力を持つがゆえに味わう苦悩、生き切るともう耳からだけじゃなくあんなとこからも。いやでもな、なんかもう逃げポイント探して逃げ切った感じはする。あんなとこからもあんなとこからもおかしいのか。あ、ちょっと一回見える。はい、小籔さんです。どうぞ。皆様、音楽をよく聞かれますか？あなたの好きな音楽、思い出深い音楽、それは果たして本当にいい音楽なんでしょうか？もしそのアーティストが歌っていなかったら、本当にあなたはその曲を好きになっていたのでしょうか？あなたが好きな音楽というのは思い込まされているだけで、耳から聞こえている音楽が素晴らしいのではなく、この人が歌っているから素晴らしいと思っているのではありませんか？あなたの耳、本当にそれは正しいジャッジができているんでしょうか？おー、テラーっぽい。そうでした。いやなんかこう、あ、そこやみたいなね、うん、っていうとこですよね。そこは行きましたね。はい、確かに、うん、みんなが当たり前に思ってることへのちょっとこう、うん、アンチテーゼ、うん、違うあれがあるよな。うれしさやな。違う、見えるメロディーね。うん、違う、なんか、はい、見えるメロディー、ジュニアさんです。どうぞ。象は10キロ離れたところにいる象と会話ができるそうです。クジラは九州の海から北海道にいるクジラと会話をしているそうです。モスキート音、若い人には聞こえて、ある年齢を過ぎると聞こえなくなる音がこの世にはあります。聞こえる音、聞こえ
僕が喋っているのにずっと女性の叫び声が聞こえています。え、あなたには聞こえていないんですか。うわー、ありそう、ありそう、正解出た、ありそう、正解出た。そういうなんかちょっとこうそこでなんかが起きるテラーしながら見えてきてみたいなのまでは行きかけてんけど、そこまで行かれへんかった。正解出た。なんやねんこれ。あるわ、うん、そうね、やっぱだから1個のお題でなんか正解まで探したいな。またじゃあやりましょう、ええ、またやるんだ。チャンネル登録お願いします。わあ、ありそう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 、めっちゃありそう、本気で楽しそう。ありそう。ありそう。